世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのミナです。老若男女に愛されるたい焼きはたっぷりのあんこが入ったものが定番で、皮だけに注目してみてもパリッとさせた皮、型からはみ出した皮、破れそうなほど薄い皮など、お店によって個性が違いますよね。そんな大人気のたい焼きに関して、以前日本のあるお店が話題になっていました。今回はあるたい焼き屋さんが取った驚きの行動に関する話題をご紹介していきます。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。タイをかたどった金属製焼き型で焼いた小麦粉生地に小豆あんなどを詰めた人気の和菓子であるたい焼き。もともとは今川焼きから派生した食べ物だそうで、明治時代には様々な動物の形状にして焼かれたものが流行ったようですが、最終的に縁起物であるたいが残ったと言われています。そして現在に至るまで大人気のたい焼きですが、以前埼玉県行田市のたい焼きや文福屋幸之助さんがお店にある貼り紙を掲示したところ、お客さんが殺到するようになり、さらにその貼り紙の写真が SNS に投稿されたことによって世界中を巻き込んで大きな話題になっていました。その実際の写真がこちらです。正直に言います、丼勘定であんこをたっぷり入れていましたが、利益がなく店が潰れそうなのであんこを減らします、許してください。このお店では厳選したこだわりのあんこを使用しているため、値段は1個220円とたい焼きとしては少し高めです。店主の橋本さんは値段が高い分あんこを多く入れるようになり、最終的には当初の2倍にまでなっていたのだとか。そしてそのサービス精神によってお店は一時存続が困難な状況に。そこで橋本さんが取った行動が先ほどの写真だったのです。すると正直すぎるお店としてネット上などで話題になり、中身のあんこが減ったのにもかかわらず、今まで以上にお客さんが足を運んでくれるように。この件は海外メディアでも取り上げられ、店主橋本さんの誠実さやその振る舞いを粋に思い、お店を支えようとする日本のお客さんの姿勢に驚きと称賛の声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。いやー、日本だからだね。俺の国のお店で同じようなことが果たして起きるだろうか。いや、普通は黙って減らすよな。それがワールドスタンダードだ。量を減らしたことを公表して謙虚に謝る。そのことが受け入れられる社会もまた素晴らしい。このお店に立ち寄るために日本に行きたいよ。量を減らした新メニューを食べにね。それにしても感動的な話だな。日本のあんこは本物って感じでかなり美味しい。小豆の真髄が味わえるんだ。そして減らしたことを正直に伝えて謝罪したことは立派だね。イギリスではそんなことはありえない。実際に映像で彼のお店のたい焼きを見てみたけど、あんこがかなりぎっしり詰まってたよ。日本人の気高さや誠実さを俺たちも絶対に学ばないと。店先に並ぶ日本人の姿も見てくれ。ちゃんと距離をとって並んでる。日本人は規律があるから他人に迷惑をかけたくないんだ。若者でさえ自分以外の人を優先させるんだよ。大宮にあるたい焼きが恋しい。あんこがいっぱい詰まってて最高なんだよね。確かに、あんこはキングオブたい焼きだ。ただカスタード派も増えてきているぜ。もうすぐその称号はいただく。私はお好み焼きが入っているのが好き。ショッピングモールの中に入っているのよね。信じられん。たい焼きはあんこ一択じゃないのか。誠実さは最良の策である。その模範を示してくれたな。なんで全ての国民が日本人のようになれないんだろうか。日本にだってこのお店を見習うべき企業はたくさんあるはずだよ。あと、
宣伝効果になるって分かっててやったのかもしれないしね。俺の国だったらあんこを減らすんじゃなくて魚の部分を小さくする手法を取るけどね。で、値段は一緒。日本だけでしか起こり得ないな。あの国は本当に別世界だ。これが日本人の気高さなんだな。あそこには素晴らしい文化がある。正直さは人を寄せつける。だから今まで以上にお客さんを獲得することができたんだ。素晴らしい話じゃないか。むしろあんこの量はそのままにして値上げをしてもいいんじゃないかな。高い品質のものに人は対価を払うものだから。日本は利益最優先の俺の国の社会とは大違い。インドの人たちには店主が誤った理由が理解できないかも。たい焼き美味しいよね。私も日本に行くと必ず食べる。あとたこ焼きとお好み焼きも。こんな国は日本だけだ。正直に事実を伝えて謝罪までするなんて。日本に行きたくなるのはこういうのが理由なんだよ。フランスの大臣とかは日本人を見習ってほしいな。誠実さとか謙虚さの面で彼らとはまだまだ差がある。日本人は昔から寛大で芸術的で完璧主義で仕事に情熱を持って取り組むことで知られてるからね。こうして人が正直に謝罪するのは今ではすごく珍しい光景になってしまった。私も日本人のように店主さんの誠実さを愛したい。他の人も言ってるように誠実さに勝るものはない。黙って価格を上げたり製品のサイズを小さくしたことを消費者が気づかないことを望んでる企業よりもこの店主さんははるかに素晴らしいよ。パンデミックの影響で今はどこも経済的に大変だ。そういう中でこういう優しさを目にできると心強いね。お互いに優しさを持って生きていきましょう。以上が海外の人々の反応でした。正直に話して対応するというお店の行動に賛同する声が多く集まっていて、その後お店の売り上げも上がっていることを踏まえても事実を伝えるという行為はとても大切なことだと分かりました。仕事やプライベートの人間関係において年数を重ねるごとに多少の嘘をつく機会も増えると思います。今回のたい焼き屋さんのように正直な人の振る舞いを見て羨ましいと感じた人も多いのではないでしょうか。正直者でいることは不誠実な人に比べたくさん得することがありますので、ここからは正直な人のメリット3つを紹介していきます。 1. 信頼される。正直でいることの最大のメリットは人から信頼されること。職場で信頼されることで仕事を任され高評価につながったり、友人から信頼され人脈が広がったりして何かと得をすることがあります。また恋愛面でも裏表がなく、誠実な人柄は異性からモテますし、素直で純粋な女性を好む男性は多く、女性も無邪気で誠実な男性に惹かれるものです。人から信頼される正直な人は職場や友人に限らず、異性から見ても魅力的な存在と言えるでしょう。 2. 本音を伝えられるからストレスがたまらない。正直な人は自分の気持ちをごまかしたり溜め込んだりせずにストレートに言葉にする傾向があります。損得感情をしないので相手の顔色を伺ってお世辞を言うことや、思ってもいないのに褒め言葉を口にすることはありません。自分の意に反したことを言うのは意外とストレスがたまるもの。そういった点においてもストレスフリーでいられることは正直者でいることのメリットと言えるでしょう。 3. 良好な人間関係が築ける。計算や裏表を感じさせない正直な人は感じたままに物事を伝えるからこそ、人との信頼関係や絆が深まりやすくなり、自然と人が寄ってきます。正直者でいると良好な人間関係を築くことができ、人生がより豊かになると言っても過言ではありません。ただ前提として何よりもまず自分に対して正直になることが大事です。自分自身と向き合わず思っていることをごまかしたり心にもないことを言ったりして自分の正直な気持ちを押し殺していては、いつまで経っても正直にはなれません。
また自分が後ろめたいと思っている過去の過ちがあれば、隠し続けずに正直に認めることも大切で、自分に対して素直になることができれば発言や行動も変わってくるのです。よし、明日から素直になろうと決めてもすぐに変わるのは難しいかもしれませんので、まず自分の気持ちに向き合うことから始めてみるのがおすすめです。素直で正直な人になれれば、人からも好かれ、人間関係が良好になり、我慢やストレスも減っていくため、人生そのものがより豊かになるかもしれません。正直者は報われるとは言ったものですが、たい焼き屋さんが正直に伝えられたのは、日本人が持つ寛大な心をきっと分かっていたのでしょうね。最後までご覧いただきありがとうございました。